誰が連れついたの？向こうのおばちゃん、武田の80やそうな、あの人も足出しなったんと。よいしょ、はい、ああ、これ飲みたかった、よかった。これあんた、いい加減食べたほうがなかったよ、これ。もう11月になってこれ食べなかったんだよ。何これ、いい加減食べたほうがなかったよ。あら、あら、電話かからんな、ゆきは。うん、かからんな。今日15日やろ。そう、水曜日やろ。明日ゴミの日、覚えておかないと。今日あれよ、すぐ忘れる。今日土曜日で。うっそー今日土曜日よ。水曜日で。食べたけど、昨日食べたかな、うん。どこだったかな、歌があったのにな。うん、歌。これ枝を切る。あ、これもいいけどな。枝を切るもいいけど。何も忘れたな。何分ぐらい話したの？ん？何分じゃないよ、何分ぐらい話したの？何分かじゃなくて、もとまでよ。何で出た？いって。立ち話から。うん。元に戻らんなったぞ、これ。どこか分からんなったぞ、これ。ああ、分からんなったぞ、これは。これ何？シナナのコロンボか。これ時代劇。他にもやるよんで、いっぱい、こう時代劇とか。何を？時代劇、他もやるよんよ。他のチャンネル、だから何が何やってるか、あれわからんけど。わからん。それおいしい。おいしい。食べてみる？いらいらいら。お前食べんようにしとんのに、あんた人に勧めたからさ。おいしいかないな。俺食べんようにしとんねん。ちょうど暑さがええ。今日はなんちゃ暑くなんきじゃな。うん、あ、そうよ、嬉しいな。何？うん、作らんでよ、刺身やろ、天ぷらやろ、筑前やろあれ、三杯酢みたいな魚のフライがある。その武田さん、何年ぐらい前から住みよん？
耳が遠いんやな。あんた早口でウジャ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 と言うけど、違う違う、それは耳が悪い人がそういうふうに聞こえるだけで普通のゆっくりや。その武田さんは何年ぐらい前から住みよんの？うん、7年とまだ今までな、どこどんなったか知らん、下のほど聞いた聞いた、それ聞いた、それ聞いた、うん、1万円に聞いた聞いた、それも聞いた、うん、7年前からそこ住んの？うん、そうか。あの人の清家さんもそれぐらいやろ？清家さんもそれぐらいかな、うん。ガナナ谷口さんとこは何が、なんで谷口さんの話が出るわけ急に。いや、谷口さんがあれやろ、この方の土地で持っとんなんやろ。いや、そんなこと聞いてない。アパートやんかも。いや、アパートあるんだけど、そこの家は谷口さんの家な。そうじゃない、聞いたら、どこどないかなって聞いたら、あそこは空いとるんじゃけど。誰に聞いた、谷口さん、誰が誰に今。今、武田さんがな、うん、隣が空いとるけん、空いとるんじゃけど、いつ誰が来なくても構えんように掃除をしてあげとるって言うと、隣空き家じゃけど、うん、で、宇和島の手術が良かったよって、手術したもんな、宇和島が良かった、で看護師がな、古いか知らんがな、先生よりか偉いんで。そうか、武田さんのところは2つあって、そのうちの1つ借り取ること、もう1つ余ってること、うん、余ってる、前に大きな木があるけん、あれは借る人も大変よ。53と息子、ここ毎朝早うに、それ何番目上下、長男が53、うん、この間お母さんが何ぞしようって時に、車でうんて散歩からもんたんよ。そしたら止めなかったけん、誰じゃろうと思って、で知らん男の子読めた、弟の方じゃった、そんな、おきれいないい子だった。ここで何、じゃあ3人が住んどるんよって。じゃあ今の弟の話は何、弟と3人で、それは知っとるけど、その来た弟が何、その悲しい子、うん、話があったらこっち行ったら、何が、何が言いたいやな。